どうも皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチやってきます。さあ、金の手形が最近結構余っているので、今回は金の手形トリプルボスラッシュを2回ぐらいやりたいですね。2回やりましょう。最近はあの通信対戦の方結構たくさんやってたんで、金の手形結構余裕あるんですよね。行きましょう。さあ、最近マイクに近すぎて結構うるさくなってしまうことがあるので気をつけよう。赤鬼だ、一発目赤鬼。まず電波トラップ取りました。赤鬼か、せい。赤鬼弱いんだよな赤鬼弱いの。よし、たまった。よし、戦おう。よし、攻撃力、この鬼の金棒で殴った時の攻撃力はババアと一緒ぐらいだね。そう考えるとババアも結構弱いんだよな。あ、爆弾いいね。いつも3番目に来るボス倒せないでいるから、この爆弾はいい。あともう少し。よし、倒したよし、鬼玉ようやく125ゲット。131、おにぎりある。いいね、今回はアイテムに結構恵まれてる。134、お前どこにいたんだ。さあ、そろそろ次の青鬼か。今度来たの青鬼だ。鬼来るのはいいんですけどね、鬼食い来ないんだよな最近。よし、できるならこのままおにぎりを使わずに倒したい青鬼は。避ける。あー、回復か、回復するんだった。あともう少し。こっちの体力もやばくなってきた。そろそろさすがに青鬼は強い。どっちだどっちだ、解除解除。よし、鬼玉がようやく391で、肝心なのは次のボスだ。倒せるかな時間内に。さあ、そろそろ次のボスが来る。黒鬼、赤青黒ときた珍しいな。黒鬼は結構硬いんでね、ちょっと時間が足んなくなるかもしれない。うわっ、よし、食らった、食らってくれた。さあ、ちょっとアイテムを。隠れよ、隠れた、危ない。上の方におにぎりがあるんだよね、とりあえずそれを取りに行くか。よーし、逃げる、ちょっと逃げよう。やばいやばい、ちょっと体力的にやばい、やばいやばいやばい。確かこっちだ、駅の方に確かおにぎりがあったんだ。あー、爆弾つけられた、爆弾つけられた。 おにぎりもう一個。ちょっと待って待って待って、急いで解除しないと。よし、こいつを倒せば今回鬼玉900になるんだ。これはね、なんとしても倒したい。そうだ、おにぎりよりも攻撃系のアイテム出てきた方が嬉しかったな。これ倒せないかもしれない、時間内に。どうなんだろう、うんちくまだったら絶対倒せないんだけどね。生ハゲだったらどうだろう。あ、でも生ハゲ攻撃力半端ない、倒せるかもしれない。さあ、ちょっと出口の方を向かっていった方がいいかな、時間的に。うわっ、ちょっとお前邪魔。
お前邪魔だ。よし、移動。ちょっと移動しよう。さあ、爆弾つけられた。爆弾、ちょっと待って、出口どこだ。出口こっちか。うわー、やっぱり時間、やっぱ時間足んねえや。なあ、これ無理か、倒せないか。あー、倒せないかもしんない。やだやだやだ、倒したい倒したい倒したい。雑魚吸収すんな。よし、ちょっと移動だ、移動。厳しい厳しい、ギリギリだな、これは。危ない、今危なかった。よーし、なんとか倒せた。これで鬼玉901。珍しい、今回は初めてのパターンかもしんない。赤鬼、青鬼、黒鬼、しかも順番通りっていうね。よし、回しましょう。今回鬼ヶ舎すんごい楽しみ。まあ一人でやるとなかなか鬼玉1000近くいくのって珍しいからね。お、黒カプセル来たよ。あ、カラクリ弁慶出てきてくれた。カラクリ弁慶、確かこれ妖怪ウォッチバスターズであれなんだよね、レンジャーで爆弾を仕掛けられるんだ確か。あ、しかも持ってなかった、持っていなかったという。そう、前々からレベル1で火の神を倒してくださいというね、あのコメント欄で要望があったんですけども、さっきの妖怪だったら倒せるんじゃない。あ、ね、爆裂の術、力も結構高いし。おお、いいね。まあこれはまたいつかやるとして、金のトリプルボスラッシュもう一回やろう。2回目はもっといいボスが出てきてくれると嬉しいな。もういい加減鬼食いと戦いたいんだけどな。鬼食い全く出てきてくれない。のぼせとんまん、のぼせとんまん。よし、こいつはね、サクッと倒そう。こいつは多分赤鬼と同じぐらいの強さかな。下手したら赤鬼よりも弱い。よし、よし、倒した。さすがに赤鬼よりはちょっとだけ強かったちょっとだけ。ふぅ、一発目がのぼせとんまんか。おにぎりゲット。ここら辺の雑魚一応一掃したはずなんだけど、また増えてる。キリがないな。黒鬼来てくれた、黒鬼が来てくれた。うわー、ずいぶん変な場所に出てんな。こっち来てほしい、こっち来てほしい。2回目に黒鬼が来てしまうと、3回目に出てくるボスはちょっと倒せないかもしんない。時間、こいつ邪魔なやつが来た。よし、この黒鬼はあのザコの見回り鬼の体力を吸収してものすごく体力が回復してしまうからね。そう、この吸収の術が結構厄介。わっ、やっちゃった、やっちゃった。
いや、こんなに初歩的なミス、初めてじゃないけど久しぶりだ。あらららららら、申し訳ない。そしたらもう一回キーの手形使ってやろう。